秋瀬山光彦は、愛知県春日井市出身で木瀬部屋所属の現役、大相撲力士。本名は、深尾光彦。愛称は、みっちゃん。身長182センチメートル、体重183キログラム、血液型は A 型。得意種は月押し。最高位は、東前頭12枚目。好物は、母親の手製の煮物。趣味は、 音楽鑑賞と食べ歩き、建材店の深尾タイルを経営している、家の長男坊に生まれる。春日市立柏し小学校在籍中に、中京クラブで相撲を始め、そこで一年先輩の市原高校に出会う。それ以来、市原を尊敬するとともに目標とし、小学校4年生と5年生の時には、ワンパク横綱に輝いた。市原とは、 相撲の名門埼玉栄高校、日大相撲部でも一緒で共に、相撲の腕を磨いてきた。小学校6年の時に、カスガイ市で巡業が行われた際に、当時の相撲人気を実際に目の当たりにしたことで、憧れもあり、大学4年の時に大相撲入りを決意、この時に入門先を選んだ相撲部屋も市原がいる、木瀬部屋だった。 そんな不顔であったが市原はライバルでもあり、大学3年の時には全日本相撲選手権の決勝戦で戦ったが、この時は寄り倒しで敗れ、市原越えは大相撲の世界へと持ち越しになった。また2005年にはニューヨークのマディソンスクエアガーデンで行われた世界相撲チャレンジ巨人の戦いで優勝している。2008年1月場所。 本名の深尾の思考名で前相撲から初土俵を踏んだ。入門時の体重は1 9 8ラムの巨漢で腹が大きく両方の乳房さがひどく垂れ下がっている。一方で素早い動きもできることで序の口、序二段ともに7戦全勝前と圧倒的な強さを見せた。2008年3月場所の序の口優勝表彰式では土俵に上がるときに乳房さや腹が あまりにも揺れることから観客がどよめいた。2008年5月場所の女2段優勝決定戦では、体型に似合わず土俵内を素早く動き回る相撲を見せたが、赤敗した。翌7月場所の3段目も6勝1敗と1場所で、通過し、一気に幕下まで番付を駆け上がった。幕下昇進後も勝ち越しを続けたが、東幕下7枚目と、自身。 初めて幕下の一桁台に番付を上げた2009年5月場所で初めての負け越しを経験した。しかし翌7月場所では6勝1敗で6人が並んだ優勝決定戦を制して幕下優勝を果たした。額が推定2.5センチメートルととても狭く、どんなおいちょう姿になるか非常に出世が期待されていたが2010年7月場所13日目。 この場所は、東幕下7枚目であったが、十両の佐田の海と対戦が組まれたため、本場所では初めて大井町を言った。一時は番付を、西幕下35枚目まで落としたが、そこから4場所連続で勝ち越し、自身最高位の東幕下2枚目で迎えた2010年、9月場所の4勝3敗と勝ち越して、翌、11月場所で、新十両を果たし、 同時にしこ名を深尾から秋瀬山に改名。実家の建材店、深尾タイルの HP 西小名の由来が記述されており、両親の名前の一部から、明木瀬部屋から、瀬、愛知中京クラブのコーチと埼玉坂へ、相撲部監督の名字から、山をそれぞれ頂戴したと説明されている。新十両昇進時には、 日本大学理事長の田中英寿らより化粧回しと民にが送られ、日本大学で培った精神力で卒業生の名に恥じないよう、上位を目指したいと抱負を語った。自己最高位の西重量7枚目で迎えた2011年5月、技量審査場所では4勝11敗と大きく、負け越したが、大相撲八尾町問題で重量力士が多数、引退したため、 幸運にも東十両八枚目と、半枚番付を落としただけであった。しかし、七月場所も二勝十三敗と大きく負け越し、幕下に陥落した。その後は、腰のヘルニアに悩まされて一年以上ばっかから十両に上がれずにいたが、2012年に入ってからは、針差しから始まりを仕込みながら上手取ってガブリ寄りを展開する相撲を見せるなど内容が充実していった。 日種幕下5枚目でやった2012年9月場所は6勝1敗と大勝ちし、ようやく再重量昇進が決まった。この年の4月に木瀬部屋が再考され、秋瀬山も移籍しているため、木瀬部屋移籍後では初めて関取に昇進、この場所を勝ち越しで締めくくった。以後4場所重量を務め7から8勝の小幅な、勝ち越し、負け越しを挙げたが、 2013年5月場所に7勝8敗を、喫すると7月場所は東重量13が前目から、運悪く、西幕下2枚目まで地位を落とした。またしても関取に返り咲いた2013年9月場所は8勝7敗で終え、この場所では右足を大きく引いて、斜めに構えた、独特の仕切りを行わなくなっていた。翌、11月場所は番付運に恵まれて5枚。 半上昇の東十両八枚目の地位で土俵に上がるも、6勝9敗の負け越しに終わった。翌2014年1月場所は幸運にも1枚、半加工に止められて、西十両9枚目の土俵に上がったが5勝10敗の不振に終わった。同年9月場所限りで7場所続いた十両の地位を離れるが、1場所の幕下生活を経て2015年1月場所。 で、十両に復帰すると、同年、七月場所からは十両では、地震発となる三場所連続の勝ち越しとなった。特に、十一月場所は四年ぶりに、半枚ではあるが、自己最高位を更新した場所で勝ち越しとなった。さらに、自己最高位を更新して、西十両五枚目となった2016年一月場所、でも発勝7敗と勝ち越すと、幕内で、 成績不審者が多かったため、同年、3月場所では、新入幕となった。新入幕まで、所要48場所は、学生相撲出身者としては4位のスロー出世で、上位3人は、他大学出身であるため、日大出身者に限れば、再スロー昇進である。新入幕会見で秋瀬山は、自分の中で嫌になる時もあった。でも、親方が、 一生懸命指導してくれたので、一緒にビデオを見て勝負どころを教えてもらったし、諦めるなと言ってくれた。親方の言うことを聞いたから、今の番付があると、会見で横に座ったキセに感謝しきりだった。迎えた3月場所は、初日から連勝と滑り出しは順調だったが、3日から8連敗を喫して一気に、負け越しが決定。 結局4勝11敗と幕内の壁に阻まれ1、場所で10両に陥落した。続く5月場所も初日から全く星が上がらず、中日に負け越しが決定。その後も連敗が続き、13日目の展開放戦で、ようやく初日が出たものの結局1勝14敗の大敗に終わり、西10両5枚目の地位から一気に幕下に陥落。 幕下陥落後もに場所続けて負け越すなど調子が戻らなかったが、西幕下21枚目まで番付を交代させた、同年、11月場所で、久しぶりの勝ち越しを決めた。2017年は、年間を通して重量昇進の可能性のある幕下15枚目以内に在位したものの、関取復帰は果たせなかった。年が明けて2018年1月場所は、 西幕下4枚目で4勝3敗と、久々に5枚目以内で勝ち越した。この場所は重量界の成績不審者が多かったことも、あり、場所後の番付編成会議で、3月場所で11場所ぶりに重量へ復帰することが、決まった。重量に復帰した2018年3月場所は、西重量13枚目の番付で2連勝スタートに、始まり、 一度も連敗を経験しないまま、自身初めての二桁白星となる11勝4敗の好成績を挙げた。12勝以上を挙げた重量力士がいなかったため、佐田の海との重量優勝決定戦にも進出したが、敗れて重量優勝はならなかった。5月場所は西重量5枚目に番付を挙げた。序盤は黒星が先行したものの、 知り上がりに調子を上げて10勝5敗の成績。2場所続けてのに桁勝利となった。再入幕も狙える成績だったが、番付運に恵まれず、よく、7月場所は4枚上昇の日市重量筆頭で、迎えた。ご当地となる、名古屋場所を3年ぶりに、関取の地位で迎えたこともあって、連日の声援を受けたが、初日から7連敗。 新調した水色の締め込みから、元の紫の締め込みに戻した中日から調子を取り戻して5連勝と持ち直したが、13日目に、今場所2度目となる幕内の土俵で、明生に敗れて、負け越しが決定。6勝9敗の成績に終わった。7月30日の夏巡業を打つ場所では申し合いを7番、行った。翌、5月場所も初日から、 水色の締め込みをつけて臨んだが一生五敗と調子が出ず、7日目から再び紫の締め込みに戻してからは、星を戻したが先場所に続いて13日目に負け越し、6勝9敗の成績に終わった。その後も重量の地位で2019年、7月場所まで7場所連続負け越しを喫し、幕下に陥落、年6場所制以降では、 大前と並ぶ重量連続負け越しのワーストタイ記録となってしまった。大前はこの間交渉球場が2場所あるため、解禁した力士に限れば単独最多。6場所制以前も含めての最多記録は、極風の8場所で、当時の重量の枚数は22枚目までであった。その後は重量と幕下を往復したが、2020年3月場所で、 関取の地位では11場所ぶりに勝ち越しを決めた。同年、9月場所は11勝4敗の成績を上げ、翌、11月場所では東重量筆頭で勝ち越したことにより、2021年1月場所では、史上4番目のスロー記録となる、28場所ぶりの幕内復帰を果たすことになった。再入幕となった2021年1月場所は、 初日から6連勝発進となり、早くも前回の入幕時の勝ち星を上回る成績を上げた。ところが、7日目からは一転して5連敗とトンネルに入り込み、その不調ぶりは、リモート取材で、報道陣から、どうしたんですかと質問を受けるほどであった。しかし12日目以降はまた勝ち星が連なり、13日目には8勝目を上げて、幕内では、 自身初めてとなる勝ち越しを決めた。35歳6ヶ月4日での幕内初勝ち越しは、1957年、9月場所の尾の二式に次ぐ戦後2番目の年長記録である。千秋楽の取り組み前に開かれた三勝選考委員会では、前半戦の6連勝を評価されて、千秋楽の取り組みに勝利して2桁白星に、 するという条件を達成すれば、秋瀬山の関東省受賞が決定したが、千秋楽は取り直しの末に敗れたため関東省受賞はならず、この場所を9勝6敗の成績で終えることになった。もののよく、3月場所は東前頭12枚目で、自己最高位を更新した。5月場所は顎の骨折により、日本相撲協会に、 右下駕骨,骨骨折のため5月場所の休場を要する、などの診断書を提出し、中日より、地震発の休場となった。7月場所は、右下駕骨,骨骨折により7月場所の休場を、要するとの診断書を日本相撲協会に提出し、初日から休場。診断書によると、5月場所後の6月1日に手術を施行。その後7月場所、9月場所は、 前球、11月場所は、西幕下45枚目で復帰して5勝2敗の成績で終えた。もともと月押し力士でありながら4つになってもそれなりに、相撲を取れた。重量と幕下の間を往復していた頃は、勝ち見が遅かったが、取り組みの映像を着せとともに見ながら、右手で回しを取りに行くこと、攻めを速くすることを指導されたことで取り口を右4つの、 速攻中心に変えた。以前より北の湖からは右を取れば強いのにと言われており、規制は右を取ったら上も下も上手いのに本人だけが分かっていなかったとこぼされていたが取り口を変えてから入幕を果たした。調子の良い場所だと懐の深さと体の柔らかさを活かして土俵際で突き落としを決めることができ、2021年。 1>, 1月場所6日目のヨ強戦はその恒例である。2021年になると、自分の型になるまで攻め急がない老快さを見せるようになった。また、この場所14日目には、海力で知られる土地の心を一発で持っていく、力強さを見せた。同年3月場所の相撲を見た北の富士は、お世辞にも引き締まったとは言えない巨体に似合わぬ機敏な、動きを評価した。 かつては右足を引いて斜めに構える独特の仕切りが特徴的であったが動作の遅さから勝負審判に注意される場面もしばしば見られた。タレントで元関分け、高野若の小崎祐希は自身のブログにおいて秋瀬山の体型について高野鶴と増すツを足してに出割ったような非常に柔軟な体つきと評価している。怪我に強い力士であり、 2021年5月場所中日に途中休場するまで本場所は解禁であった。2021年11月場所終了現在。ありがとうございます。